いやいや、すぐ書ける。さすが大空と大地の中で早い仕事早いね。ゴブゴブラジオそれでは聞いてくださいって言ってしない大空と広い大地のその中でいつの日か幸せを。さあ、ということでね、今日でゲラゲラ政治が卒業ということで。ちょっと、なんでなんすか。ありがとうございます。早かったですね。いや先週あんまりでしたけど、ありがとう。あと親父、この後カラオケちょっと予約しますか。だいぶ2週続けてちょっと、いやもう本当にあのゴブゴブラジオお聞きの皆様、これで分かったと思います、はい、浜さん喉仕上がってそういうことか。なるほど、そういうことですね。まだまだこれからどんどん喉仕上げていきますので、まああとご報告ですけども、親父、歌詞全く見てませんでした。そういうこと。もう入っております。そういうこと。いや別にあれ歌うわけじゃないこれ歌わないんです。急に歌わないです。急に歌い出したら。そうなんです。しかも、事前の打ち合わせの段階で石割さんから送る言葉でいきますと聞いてましたけども、先週の、放送を受けまして、急遽これに変えてくる。すごい。フットワークの軽さ。さすが。仕事が早い。スピーディー。さすがです。さすがですね。ありがとうございます。3月も半ばに入ってまいりました。早いな、もう半ばか。もう来ますね。来るよ。すごい。宇宙人はでもさ、こうなんかラジオも始まってさ、いろいろさ、トークもさ、こう喋りたいこととか、まあ、東京戻ってきて、いろいろあるんやろうから。東京がもう楽しすぎます。全然喋ってええよってさ、浜田さんも言ってはったやんか。はい、ありがとうございます。はい。うん。どあんのか。ありますよ、そんな。今あの世間的にはどういう状況なんですか。はい、休みなんですか、世間的に。春休みに入ってくる。卒業式終わったか終わるかぐらいの時期かな。じゃあ中央からもいっぱい、ね、またね、東京が出てきて。そうです、そうです。いろいろ、だからこいつも東京出てきてっていう中で、あるやろ。したりとかいろいろな。確かにそうですね。飯行く時もお前。そうです。平井のバイクの後ろ乗ったりとか。ああ、そうね。毎回ね。してるやんか。芸人が2人でバイク乗ってんねんから。の平井さんに飯連れててもらうとき、いつもバイク後ろ乗させてもらうんですけど、ないですね。平井さんはなんか、まあ、よう悪くないやん、キャッ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 。優しそうに後ろ乗ってめっちゃ楽しいやん。優しいだけです。だけお前マジで優しいだけ。お前マジで今日絶対乗せんからお前そんなこと言うから。優しいだけ。この写真のためにそんな優しいっすよ。だって平井さん優しいは今はいらんのあるやろな。優しいだけ。いやちょうだいなんかちょうだい。いやあんなお前極寒の中ね。はい乗せてもらって。寒い中乗った。まだまだ寒いですからね。なんかあるやろ。ないちょっと道迷うぐらいですかね。あってなんだこいつ。優しいから。ちょっと道迷うぐらいですかね。でも優しいからごめん言うと。優しいから、はい、もう大丈夫。落とされたとかいろいろな。何でもいいから。あれやろ、なんか T シャツで乗せられたとかさ。めっちゃ安全運転で。ちょっと待って。優しい。そんなわけない。なんか違うやろ。あれやろ、だからそう文句言ったとか喧嘩したとかあったやろ。いや、喧嘩でもわけわけ喋ってて、普通に大輝さんとやったらなんか揉めたりとかして、そうやな。なんか結局エピソードとかできるんですけど。大輝やったらもう降りろよ、お前とかなるやん。はい。平井さん何にもない。何にもないって、お前言い方悪いよ。言い方悪いなお前。何もない。優しい。ああ優しい。大好きです。大好きで。嫌いではない。大好きです。大好き。優しいから。今いらんだよ。それは心に思っといて、こういうラジオではなんかでもあるやんかエピソードとか。優しいだけ。いや平井さん待ってください。あの時のって気づいたんですけどとかって言ってよ。優しい。優しい。はい。いやおかしいな。おかしすぎますって。それっていいけどね。ないの？受けらせ後ろ乗せですか？いやせ乗っていきとか言うやんお前。ないです。あれやるでしょ。あれや。ただ単に目的地向かうだけだ。
そうやな。嘘やん。いや、言うて20分くらいね。そう、ずーっと喋って、やるよ。喋ってやるよ。ただ、ヘルメットをずっと渡さずさ、なんか、ごちゃごちゃするとか。いや、渡せやみたいな。ないない。優しい。危ないから。ないない。一回発信してみるとか。発信してまだ乗ってーみたいな。危ない危ない。それは危ない。もう時間かかるから。はい。そんな、そんなことして。僕がバイク降りるまでちゃんとゆっくり見ていただいて、本当に。右危ないからね。怪我せん、そう、怪我せんように、みたいなとか。支えてくれて、はい、優しい。マジで。リュックサックをね、こう背負ってるじゃないですか。うん、はい、あれ背負ったまま乗っちゃうと前のめりになっちゃうのよ、後ろの人って。うん、だから前に持ちなとは言ってる。おぼろないエピソード。全然おぼろないエピソード。それが一番ね。それが、いや、優しいですよ。そうなんやな。一緒になんか行動したら 2,3 個出てくるやん。ちょっと変なやつ。いや、お店まで、お店まで、お店着いたらもうすっかり忘れてる。本当に何があったかどう、何の話したかも全部もう飛んでる。身がない、話に身がない。まあでも笑ってる。笑ってる。笑ってるけどね。なんか、なんかあったやろって。いや、ちょっとまあ。ライブは出てんの？ライブとか。あ、最近、こいつ、東京戻ってきて、なんか、お帰りゲラセイってライブやってくれたんですって。はいはい。先輩とか後輩とかの。はいはい。で、出会ってんつって、息しなきゃ聞いてたんですけど、出会ってんって聞いたら、いやね、遅いっすわ。周りの速度が。なんかもう、はい。浜田さんとな、ようやってるから。美容から東京来た時も皆さんにしか会ってなくて、浜田さん週3ぐらい会って、他の芸人会ってなかったですよ。そんな分かっておらんねんけど。何苦悶式。週3週初動教室の何なん。今芸人誰と会ってんのって言われても浜田さんしか会ってないって言ってるんですけど。誰と会ってんねん。すごいな。すごいね。でも指導していただけるじゃないですか、いつも。いろいろな。はい。そしたらもう、普通の若手のライブ出たらもう遅いですよ。お前。遅い遅い。もう、めっちゃスローに。嘘やん。もう、あれ、もうスローに、まあ見えてるだけなんですけど、なんていうんですか。うん。まあ、ね、景色は、なんかスローやねんて。うん。でも、対応できへんから同じ速度やねん。見える見えるってなるけど。見えるけど、手が出んの。見えてはいます。見えてはいいんだよな。なるほどなるほど。はいはい。でも出ていかない。出ていかない。伸びてきました、ゲラ星が浜田さん。ほんと？ようやく。いや、ありがとうございます。楽しいんですね、でもやっぱ東京が。楽しいですよ。そうやろな。はい。笑い。島におったんやからな。そうなんです。楽しいです、もし。島が悪いわけじゃないよ。はいはいはい。でもね、はい。服ないねんな、でも。服ないです。え？服ないです。ください、浜田さん。汚した服、着きない服、ください。いや、汚したけど。浜田さん、洗濯すんの、ま、汚したら捨てるとかないの。どういうシステムでやってんだよ、親父さん。どんだけ金持ちや、思ってんの。金持ちでしょ。いや、そう、お前、汚した服、ちょっとソースついたやつ捨てるとかないの。これはなぁ。そうです。アロタ取れんの。ないねんて、服は。服買ったらいいよ。いや、優しい言ってんのやったら拾いに行けよ。ほんまや。全然あげるよ。優しい。おもんな。いや、おもんなはいらない。5年、おもんなはいらないでしょ。なんか5年であげる。優しいだけ。優しいだけ。なあ、大輝な。受け入れて。受け入れてさ。まだ来てないやつもあるから。買ったけど、来てないやつあるから。新品あげんの。新品あげる。優しい。新品そうそうさ、あるでしょ。全然ありますよ。でもあれですよ、僕この前親父とかよく猪本さんの出身地奈良県のことあんま、なんか行ったらしいで。奈良行った？行ってきました。へえ。あんまよく言わないじゃないですか。仕事で？あ、いや、もうプライベートで。プライベートで行った？はい、もう休めたんでちょっと行ってみようと思って、奈良競輪場に、僕競輪好きなんで行ってみたんですけど、でも奈良県空気感情を持って、どんだけその親父が言うぐらい言い過ぎてると思わへん。言ったら分かったやろ。ああ、もう全然分かりました。僕好きです、奈良県。そうやろ。はい。駅降りたらすぐね、オンダリーゼンと言いました。最悪や。いや、俺もちょっと。それは嘘でしょ。ごめんなさい、ごめんなさい。マジで、マジで。もう駅言うのもあれかな。駅言うのもあれやけど、平常駅。言った。うん、もう奈良競輪場が近い。嘘つくな。ほんとほんとほんと。いや、これもう、ごめんなさい。どこの県に女リーゼント言うねん。おじゃ、ほんとびっくりした。おばちゃん、おばちゃんでしたけど。もめちゃな、もめちゃどこやん。違う。めっちゃ俺は好きでしたよ。普段天田さんが言う悪口よりひどい。いや、ほんと、いや、だから、兄貴、これも信じてほしい。俺は好きだった、それが、そういうのが。
なんで急に優しないねん。確かに。ザラに対して。いや、優しさ、いや、ほんとに。いや、でも、なんもなかったやろって。なんもなかったのがよかった。ほんとだもん。いや、ほんとすごいですね、奈良県。それがプラスの部分。確かに、東京に今ずっといるじゃないですか。違う、それ、平常やからやろ。はい、何ですか？もっとほら、奈良駅とかさ。あ、奈良駅の方行ったら結構あるんすか、そういうの。あるよ、そんなその女リーゼントもらんよ。女リーゼント、女リーゼントめちゃくちゃ良かったっすけど、ね、ないやねん、女リーゼント。逆に最先端なんだよ、ね、わっと思ってなあ。女リーゼント一周回ってね、新しいなってんじゃん。いや、良かったですよ、奈良県。ないやねん、女リーゼント。親父が言うほど奈良県はそんなもっといっぱいいろんなとこあるなっていうところで。褒めてへんねん。褒めてる感じで喋ってるけど。褒めろや、バカになる。めちゃめちゃよかったっすよ。腹立つ。腹立つ。畳んでください。自己紹介お願いします。はい、ダウンタウンの浜田でございます。はい、ライセンス稲本です。ドリアンズの堤大輝です。ドリアンズの平井俊介です。ゲラゲラ星人です。どうしよう、どっちってなったんや。どっちどっち、わからん。一応言うとく、高橋保つです。迷った迷った、こっちじゃん、こっちじゃん。上までお送りしていきます、ね。はい、平井さん、じゃあ曲お願いします。はい、ちょっと暖かくなってきましたね、はい、もう春もう近づいてきてるなということで、はい、この曲を聴いていただきたいと思っております、はい、矢野明子さんで春先小紅です。どうぞ。この番組は美味しいを握る、楽しいが回るくら寿司、パチンコ&スロットアミューズ、 AK レーシング、おかげさまで創業138年、ライオンケミカル株式会社、ジャパンクリエイトグループの提供でお送りいたします。ゴブゴブ、くら寿司会議！ありがとう！さて、今週も始まりましたゴブゴブくら寿司会議、くら寿司がより素敵なお店になりますよう、構成員の皆様たちと我々でメニューやサービスなどを好き勝手考えるコーナーです。はい、今回もですね、構成員の皆さんからお便りいただいております。ありがとうございます、はい、さあ、それでは早速お読みしたいと思います、うん、岡山支部構成員牛三つ時の弁慶さんからいただきました。浜さん、井本さん、堤さん、平井さん、ゲラゲラ全員さん、番組のスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは、はい、突然ですが、くら寿司会議メール採用ありがとうございます。前回ね、はい、次回くら寿司に、職場の仲間、前回次回、はい、前回読まれたということで、うん、はい、すいません、次回くら寿司にですね、職場の仲間4人で腹いっぱい食べに行く予定ですということで、話は変わりましょう。話は変わりましょう。はい、ということで、くら寿司店員で店内にですね、店員、店内、店内です、店内、はい、一回落ち着きます。深呼吸しよう。はい、浜田さん、井本さん、堤、はい、さん、平井さん、ゲラゲラ誠司さんが、ちょっと待ってください、くら寿司の応援してるポスター&ポップで宣伝してほしいですということで、ぜひともくら寿司さんに、まあ、くら寿司のね、CM やられてますけど、はい、ちょっと一回舌洗ってきていいですか。舌がもうなんか短いですよね。お前女リーゼントの時はっきり言えてた。すいません、あれだけ痛くなってちょっと、すいません。まあ、ということで、このくら寿司さんに僕らのポスター貼っていただけないかなみたいな。いや、まあそれは別にな、それはそれやったらゴブゴブフェスのポスター貼ってほしいかな、はい、ああ、それもいいですね。大阪やとコンビニとかにも貼ってくれてるみたいで。あ、そうなんですね、うん、なるほど。だから関西地方の西の方ではそういうポスターがあるけど、東の方はそんなあんまないですよね。そうやろ、はいはいはい、そういうのも貼ってくれたら嬉しいけどね。ゴブゴブラジオでやってるんでね、こういうのもどうですか。でもやっぱりこのくら寿司さんからのお声がないと僕らもなんとも言えないじゃないですか。まあ、勝手にはできへんから、うん、今回確かに、皆さんからいただいたメールにお答えしていただいたメールをちょっと今日読んでいきたいなと。お答えしていただいたやもうじゃあ宇宙人に呼んでもらう、宇宙人にちょっと呼んでもらいましょうか、うん、今日はちょっと、はい、まあ、お答えいただいてますので、くら寿司さんの回答、はい、回答いただいてます、うん、福岡支部構成員ワンダーさんからいただきました、はい、親父、井本の兄貴、井本の兄貴、平井さん、堤さん、何なんこいつ。ゲラゲラ星人さん、何なんこいつ。これ家で喋ってるんですか、これ。ちょっと待って、ご提案です。あんなに世話してんのに。井本やどこでもこいつ。ご提案です。どこでも安心して同じ味を楽しめるというのがチェーン店の強さだと思いますが、地域限定のメニューが充実していれば旅先での楽しみにもつながると思います。例えば福岡であれば明太子を使ったお寿司をシリーズ化したり、サイドメニューに明太子の天ぷらなども面白いと思います。ご検討いただけたらと思います。はい、それに対して回答、うん、
回答。はい、ご提案ありがとうございます。くら寿司さんからね。くら寿司さんからの、はい。実はくら寿司では、地産地消ならぬ事業自食。地魚自食。地元のね、食材とか使ってるってことでしょ、だから。うん、それは分かってるんですよ。それは分かってるんですよ。うん、切れてるよ。その地域で採れた旬の地魚を、その地域のくら寿司限定で販売しています。うん、ワンダーさんがおすすめの福岡では、今の時期、玄界灘、マアジや、下関、炙りのドグロ。いや、これ地域限定のメニュー、こちらね、欲しいんですなった時にこういう地魚。いや、だから、倉敷さんって実はやってますよ。やってますよ、と、はいうことでございますので、ぜひともということでございます。はい。緊張した。ね。じゃすいません、僕戻ります。大阪市場、構成員、キャンドル不倫されましたさんからいただきました。皆さん、こんばんは、と。倉敷さんのメニューですが、なめろう寿司はいかがでしょうか、と来てます。なめろう。美味しそう。なめろうどうですか、兄貴とかめっちゃ好きじゃないですか。いや、まあまあ、当てとしてはね。当てね、うん。でもこれを寿司にしたらどうだろう。いや、まあ、ちょっとわからん、俺は。いや、めっちゃ美味しそうですけどね。あんまり俺は食べへんから。うん、まあ、青魚、まあ、アジア、ハマチなどと、こうネギ、大葉、味噌、醤油、うん、生姜、うん、そういうの言われると美味しそうやけど。はい。うん、ただ、これですね。回答来てます。なめろう美味しいですよねって。なるほど。はい。まず、くら寿司さんから。うんうん、アジのなめろうは過去も販売実績があり、レギュラー化は難しいのですが、期間限定メニューとして取り上げたりしていますと。ありがたい。はい、そうか。ちなみにですけど、皆さんご存知でした？くら寿司オリジナルキャラクターで、こんなキャラもいましたということで、アジのなめろうくん。へぇ、こういった。この子はどうしたの？あ、この子が、例えば、ビッグラポンとかに出てきたりとか、まあそういった意味で、まあいろいろこうキャラクターを作ってきたということで。この子はどうですか？人気キャラクターだよ。いや、今言われて、ビッグラポンに入ってたりしてるってことね。はい、ああ、なるほどね。なめろう君でございます。はいはいはい。はい。まあ美味しそうですよね、これもね。そうね。ね。うん、まあこういった回答も来てくれます。好評やったってことですよね。ですが、前はちょっとレギュラー化は難しいんでしょうね。なるほど。だからやっぱ期間限定ね。はい、はい、やっぱそういうことなんでしょうね。うん、ですね。じゃあ、一応ね、こう3枚ありましたけども、いかがですか？まあ、1枚ずつですよね。あ、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。よかったです。はい。じゃあ、ちょっとですね、もう1枚だけ。はい、やっぱ1枚ずつなんで、これはちょっとね、皆さんもお得じゃないかという情報も入ってますので、うんうん、はい、神奈川県高専ローバーのローバシンさんからいただいております。浜田 CEO、 サンドリアンズの堤さん、ペニーさん、毎週楽しく聞いております。今は平井です。そしてギャラギャラ星人さんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、黒寿司さんですが、その場で作れる手巻き寿司セットのようなものがあれば嬉しいですと。なるほど。手巻き寿司されますか、最近皆さん。まあどうやろう、まあまあたまかな。僕あの旅行の時のあれが、そうやな、はい、あれが最後かな。最近で言えば俺もそうかも。うん、はい、あ、そう、はい、まあそうやな、俺もあれから食べてる、うん、そうですね、うん、家でこうやろうと思ったらなかなか食材も出るし、うん、そんな時に期間限定でくら寿司さん、お家でくら寿司手巻きセット、うん、はい、お持ち帰りで販売していたこともあるということで、うん、はい、こちらの絵のようにね、過去に、過去に、ああ、いいね。そうなんだ。あ、もうちゃんとね、うん、素材も全部もう切ってね、はい、巻きやすいようにして。へえ。っていうこともありますね。うん、あるんや。はい、ぜひ。もう今はないの？行く期間限定なんで。ああ、なるほど。はい。まあ、いつかね、またそういうね。いつか。次の時までに、平井とゲラセに漢字ドリル渡しといて。拡大でできた。ドリル。漢字がっていうよりかはもう、切るとこが違っただけなんで、そう。いや、もう読みがもうおかしい。え、炙りのドグロあれはちょっと僕もさすがに食べたいでしょ、炙りのドグロ食べたいでしょ。いやいや、ドグロなんなんドグロ仕事あるお前、ドグロって新メニューで炙りのドグロなんかこう手にしようと思わない？お店行ってさ、なんか職人さん出てきて、浜田さん今日いいドグロ入ってますけど、お前ね、ちょっと頼むわ。じゃあロバの老婆審査にもよろしいですか。まあ、1枚でいいんじゃないですか。ありがとうございます。はい、
以上ですか。以上でございます。はい、というわけで、このコーナーではくら寿司に関するお便り、川柳サイドメニューのアイディアを募集しております、うん、くら寿司に関することは何でも送ってください、このコーナーでメールをご紹介した構成の方に、浜田さんのお気持ちでくら寿司のお食事券をプレゼントいたします。平井さん、メールお願いします。はい、ゴブゴブアットマーク MBS1179.com、 ゴブゴブアットマーク MBS1179.com です。そしてハガキ封書でも OK です。宛先は郵便番号 530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまでお便りお待ちしております、うん、さて、専門店以上のスイーツを目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランドクラロワイヤルから抹茶好きにはたまらない新商品、抹茶モンブランパフェを、販売しております、モンブラン風にトッピングした、抹茶あんは白あんに抹茶を練り混ぜることで、抹茶のほろ苦さを際立たせつつも上品な甘さに仕上げました、うん、中にはさっぱりとした甘さの宇治抹茶を使用したアイスが隠れており、うん、トッピングの甘酸っぱいイチゴとも、相性が抜群でございます、パフェのベースは抹茶ホイップ、フィアンティーヌ、抹茶ソース、抹茶プリン、抹茶ゼリーからなる5層仕立て、最下層を宇治抹茶の風味を際立たせる甘さ控えめな抹茶ゼリーにすることで後味さっぱりと最後まで飽きずにお楽しみいただけます。後世の皆様、スイーツもぜひくら寿司でお召し上がりください。よろしくね。はい、以上ゴブゴブくら寿司会議でした。ありがとうございます。いや、いづち皆さん、はい、このテレビでも発表になりましたけども、うん、はい、その追加アーティストよっが発表されました。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。浜田さん、大木さん、はい、おめでとうございます。はい、東方神起、うわー、これはすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、三浦大知、うわー、すごい。まず絡みは、あ、ありますよ。あ、そうですね、もうまた小学生でしたから。はいはいはい、三浦大知さんも出てくださると。そしてストーンズ、うわー、やば、これやばい、すごいな。こちらが追加で発表されて、すごいメンバーが揃いましたね、これやばい、なかなかでしょ。いや、これはすごい、すごいっすね。すごいです、本当に。ストーンズはもうね、直接言いましたから、うわ、CEO 直々に、もう結構前ですよね。結構前な、はい、ジュリーとジェシーにはね、はいはいはい、読んで、はい、こういうのやるから出ろかっこいい、まあ、出ろとかどうや言うてね、どうや言うて、わかりました、ちょメンバー聞いてみます、うん、そういう時にやっぱあれですか、名刺で使ってらっしゃるんですか。あ、使ってへん。え、あって言うた、あって言うたら使ってへん。ほんまや、ほんまや、何です。いや、そういう時のためじゃないですか。確かに、私こういうものでっていう、うまい、いや、うまいです何もうまいこと言うてへん、言うてた、普通ね、あんなにもう和紙とかで作ったの、うまいや、もうどうせやったらなんかあれしますか、フェスの時にグッズでなんかちょっと出すとか、うん、名刺も当たりますよみたいな。まあ、それは別にね、全然なんかね、せっかく作ったもんですから、うん、皆さんの手にもね、な、何かこう当たるような感じで ねとかって考えてもいいかもですね、うん、はいはい、それは全然大丈夫です、はい、ちょっとすごいですね。で、これでもう最終的なのが決まりということですか。一旦ここまででっていう感じですね、はい、すごいよ。で、現在チケットピアで3次選考抽選受け付けております。こちらは今週日曜日3月17日23時59分まで受け付けておりますので、はい、こちらは5月の11、12、それぞれ1日券1万2000円ということでございます。詳しくは公式アカウント X ホームページでご確認していただけたらと思います。やばい、やばいことになりましたね。いよいよチケットこれやばいんじゃないですか。やばいです、フリーフェスになるよ。そら、場所がね、ちょっと人数決まってますから、あれですけど、もう場所が無制限だったら多分関ヶ原ぐらい人集まってますよ。歴史的な、歴史的な人数ぐらい集まる。すごいっすね、三次選考か。これは、これは頑張りたいよね。もうあれやろ、大気はもう、はい、東方神起はもうマブダチやろ。もうチングですから。そうね。はい、ね。だからもう東方神起のお二人も浜田さんに会えるのはもうすごい楽しみにされてるので。そうだね。まあ、噂によると大気くんがいるからいいよみたいな。うん、いやでも、あの前にあのオーディションの時にもコメントをね、浜田さんと一緒にお仕事したいですみたいなこともありましたので、いや、これで。浜田さんもいるし、大気もいるし。はい。東方神起さんとしてはいい機会なので。だってそれで言うたらストーンズなの。ストーンズもそうですよね。じゃないですか。多分初めて、ね、初めてのフェス、だからそういうメンバーがストーンズさんとかもそうですけど、そうないな、うーん、で、こっ
これ当たり前のように進めてますけど、うん、浜田さんは多分フェス自体初めてですもんね。そうですよ、こういうフェスっていう形ではね、お客様でも初めてのフェスの方でも大丈夫ですよね、初めての方が多いということで。そりゃそうやけど、だって CEO が初めてそうですね、これは入り口としては間口はだいぶ広いです。だいぶ広い。いや、まあ、あとはほら、はい、出ていただけるアーティストがやっぱもう誰もが知ってるアーティストですし、はい、そうですね、うん、それはもう見やすいと。確かに、うん、そうなんですよ、うん、だからそこで知ってもらったらいいですよね、またね。でこうやっと発表できたから、うん、あのよかったんですけど、うん、これをずっとこうある程度分かってる段階でいろいろラジオの中でもやってて、うん、本当に抜群の西尾さんに申し訳ないなっていう。いや、多分抜群の西尾さんも思ってるんじゃないですか、それは。いや、本当に申し訳ないなと思って。西尾さんも思ってますよ。それだったら先に言っといたって思って。このメンバーだったらって思って。できれば西尾さんに危ねえって思っててほしかったなって。今思ってますけど。いや、これはこのメンツはね、すごいでしょ。そうなんです。すごいですね。ありがたい話です、ね、盛り上がりますね、これこのメンバー。うわ、すごいな。はい、で数々のメールをですね、フェス関連でいただいておりまして、はい、あ、そうですか、はい、福岡支部構成員一人オッツさんからです。浜田 CEO 皆さんこんばんは、はい、いつも楽しくラジオを聞いております、まあ、うん、私事ですがこの度晴れてゴブゴブフェスに当選いたしました。あら、おめでとうございます。現在はアメリカのフィラデルフィアというところで仕事をしており、5月はゴブゴブフェスのために一時帰国します。フィラデルフィア支部からの参戦です。アホちゃん。ありがとうございます。です。アホちゃん、すごいな、はい、すごいんですよ。で、まあ、時差の関係で日本の方が半日ほど時間が早いので、こちらでは金曜午後にはゴブゴブラジオが聞けておりますと。はい、金曜の仕事終わりにゴブゴブラジオを聞きながらジムで走るというのがルーティンになっています。何がいいかもしれない。褒めてるんですよ、ひとりおっさん。褒めてますからね。こちらでは大変なことも多いですが、うん、浜ちゃんの笑い声に毎回元気もらっています。ます浜ちゃん、いつもありがとう。いえいえ、こちらこそ。それでは当日一緒にウォーウォートナイトを歌えるのを楽しみにしています。海外に送るのは大変かと思いますので、うん、福岡の実家の住所を記載しておきます。ゴブゴブシールくださいという。フィラデルフィアまで送るのは大変なので確かに送料して、まあ、確かに、はい、意表疲れたわ今、はい、ステッカーは福岡の実家の方に送ってくださいそれ会社ついでに持って帰ったらいいですよね。5月戻ってきますか。確かに、そうなんですね。じゃあ差し上げて、あ、じゃあ実家の方にステッカーをもらえる大前提ですよ。あ、じゃあでもフィラデルフィアから。すごいね。どこにあるかもピンときませんけど。わかんないですね。ね、うん、来てくださるんですって。ありがとうございます。すごいですね。そういう海外から。ね、そうやね。さ、来てくださるというね、方もおられます。こちら、岐阜支部構成萌子さん。浜田 CEO、その愉快な仲間たちの皆さん、こんばんは。いやムツゴロウさんみたいな。で、あと2ヶ月、ちょっとと迫ってきて、楽しめて興奮しっぱなしのフェスで販売してほしいグッズがあります。うん、それは、ゴブゴブオリジナルのステンレスボトルです。うーん、まあ、水筒みたいなイメージでいいかなと思うんですけど、はい、おそらく今年の5月は暑い日が予想されると思いますので、うん、熱中症対策に売店で買った冷たい飲み物をボトルに入れてフェス会場でも冷たいまま飲める、カバンに入れて両手フリーでフェスで盛り上がれる、紙コップやプラスチックカップのゴミ削減、おかわりを買いたい人のためにはボトルを水洗いできる水道が近くにあればいろんな飲み物が次から次へと買える、自宅に帰ってからも毎日使える、毎日ゴブゴブフェスを思い出せる、もし当日お天気が悪くて寒い日の場合でもステンレスボトルなら温かい飲み物が飲める。長い長い。でも言わんとしてることは分かりますよ、うん、まあそうですね、人が多いってことですもんね、うん、ただ本当天気でもうほんまめっちゃいい天気になってほしいな。いやこれね、天気まだ分からないんですよね、さすがにこればっかりは。でもやっぱり大体そうなんでしょ、フェス行ったらやっぱもう飲み物はもちろん欠かせないっていうか、はい、欲しいですね。むしろそれが楽しみだっていう方もおられるんですよ、やっぱ。なるほど、まあお酒飲みながらとか、うんうんうん、音楽楽しんでとかっていう、なるほど、ね、方もおられるので、うん、ご自分で持ってきてください。萌子さん、ご自分で、ステンレスボトルの方、持参でお願いいたします。今決定いたしました。めっちゃいい案でしたけどね。いい案でしたけどもね。まあ、次考えるわ、ね。次ですね。次回、次回もしやることがあれば、はい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 、考えさせていただきたいと思います。うん、東京支部構成ゆきちさんからです、皆さんこんにちはと、毎週楽しく拝聴しておりますゴブゴブフェスも、2日目当選いたしました。ああそうですか。はい、浜ちゃんの生歌が聞けることを楽しみに生きています。
あ、この方も一緒ですね、ライブでは飲食もフェスの醍醐味ですと、昼から飲むビールおつまみ、これが充実したフェスは本当に素晴らしい幸せな空間でございます。なるほど、ね、ロングかんぴょう巻き、お酒もいろいろあると嬉しいです。血の通ったフェス、今から楽しみのしこ、しか、今から楽しみで仕方ありません。失礼しました。楽しみでしこりに仕方ありません。申し訳ない、ゆきちさん、もう申し訳ない。これはもう俺のせい。俺らネタになってるよ。これはもうほんまに申し訳ない。兄貴はあの IU のドリル、IU のドリルを、いやほんまに申し訳ない。長いって言われるかなと思って文章間引きながらちょっと読まなと思ってたのよ。はい、そしたらしこるって言ってしまいました。これはね、ゆきさん本当に申し訳ない。お前今の髪型はあかんっすね。ほんまにあかん、これはあかん。もうあのね、ステッカー欲しいですって書いてくださってます、はい、ステッカーあげます。いいっすか、あげます。もうこれもあげます。申し訳ない、お詫びです。お詫びの気持ちで本当申し訳ない。ぜひ一生懸命書いていただいて、一生懸命書いてくださったのに、もう、しこるとか言うたらあかん。そんなこと言うたんか。ほんまやね、早かったっすね。完全に聞こえたから。完全に聞こえたでしょ、うん、俺完全に言うたんですよ。ダメっすよ、完全に言ったらダメ。言うたなって思ったもん。完全に言ったらダメだっすよ、はい、言ってしもたって思ったもん、ね、これはもうステッカーあげなか。でも当然飲み物とかも全然出すわけですよね。もちろんありますからね、はい、うん、ブースがあって、はい、現在あのいろいろこう飲食関係の方もいろいろ打ち合わせとかも、うん、ね、はい、やっております。飲み物もちろん出しますんで、うん、ね、はい、ステンレスボトルをご持参していただいて。なるほど、なるほど、はい。ただこのロングかんぴょう巻きがどうなんのかっていう、はい、うん、なんかできたらいいなって、そうそう、はい、思ってますけども、うん、楽しみやな。でも楽しみ、フェスも、いろいろ進んでまいりまして、皆さんお待ちかねの時間でございます。浜田王先生の絵を、はい、わー、ありがとうございます。待ってました、いただきたいと。待ってましたよ。 T シャツのやつね、 T シャツのデザインにしていこうじゃないか、はいはい、前回は大阪城、大阪城でしたね、はい、非常に洋風な建物を描いていただきました。ですね、今回はですね、やっぱりロックといえば、はい、まあ、音楽、まあ、ロックですかね、うん、やっぱりあのエロっていうのが、うん、距離感として俺はかなり近いものだと、うん、ロックと、うん、それをまあ象徴するものでやっぱりこう直接的なのは良くないので、うん、あのバニーガール描いてくださいと。ああなるほど、はい、なるほど、いうことで描いていただきました、はい、バニーガールこちらです、はい、え、うわー、ありがとうございます。肩幅広っ。バニーガールです。どうぞお近くで。肩幅広っ。どうぞお近くでご覧になってください。大きいなぁ。バニーガール。バニーガールでございます。こちらがバニーガール。ほんまの宇宙人ですよ、これ。お、すごいですね。これがバニーガールですね。これ前の。これ何かけてんすか？何かけてんのこれ。花壇かけてんですか？なんでやねん。これ。ポップな。何なんでしょうね。なんかまあだから胸のなんかところエプロン、ね、エプロンじゃないと思うんですけど、なんかこう衣装的なんであるでしょ。横がちょっとまあないので欠けてるっていう形になってしまってますけども、キワの網タイツですねこれ。まあ、網タイツというか、まあ、ほぼアイスのコーン。確かにもうアイスのコーンしか見えなくなった。アイスのコーン2つやん、2つついてます。網網好きですね、浜田さん。イメージでしょう。そうね、はい、イメージの、うん、もうはっきりとノーパンティーで編みたいです。編みたいです。キワキワのもう。ただもう今見たら体つき見たらやっぱり強そうやな。強いセクシーさはちょっと。硬いがいい。硬いですね。チリやな。いやいやいや、これ耳上すぎるやん。目の上の方に耳あるやん。でまた耳あるもん。よう見たら耳2個、4個やね、全部。4個や。耳ここにあるやん。そう。耳。多分やで。多分、ウサギの耳から描き始めてる。そうね。これは上の耳ですよね。バニーガールの耳ですよね。ほんで、すぐ耳あるよ。すぐ耳。ヘッドホンつけてもらえますか？龍は前髪あったのにこの人前髪ない。前髪ないと怖いね。なんで龍にはあんの？帽子やん。ないよ、横しか消えない。ハゲてましたよこの人絶対。ええー、
すごいよ。すごいな。すごい襟足。これバニーガール。バニーガール。ほんでなんか手がさ、はい、出てるやん。出てる。なんか上着てんのよ。これネクタイ着てるんや。ネットみたいな。なんか着てんの。何これ。裸じゃない。裸じゃないんすよ。確かに。確かに。バニーガールでちょっとね、こうなんか。そうそう。肌出てる。肌がね、お前の。お前やな、これ袖から手出てんな。袖から手出てる。袖から。なんかロンティー着てるんすよ。ロンティー着てる。蝶ネクタイ。ロンティーに蝶ネクタイ。蝶ネクタイしてる。ほんでなんか首からかけてんの、なんかかけてこれはすごいな。バニーガールですから。バニーガール、これはもうグッズにしていきますよ。素晴らしい、素敵っすね。これは絶妙やな、これ絶妙でしょ。最高っすね。ええ、本当このバニーガールをまあこうフェスの事業部の皆さんと、まあ、スタッフと一緒に見て、はいはい、バニーガール見た皆さんの感想が、はい、ピカソや。やかましい。なるほど。やかましい。ピカソや。ピカソや。最大天才ですね。いやいやいや。いや、これ無理ですもん、こんな。なあ、うん、なんか着させて。こんなならへんもん。ならん。なんか考えるの難しい。どう耳が上。耳上すぎ問題。上すぎでしょ。こめかみより上にありますね。こめかみより上。はあ、これは一応人間として受け取っていいんです。いいんです、いいんです、いいんです。もう、もうこれはもう天才の仕業だと思ってください。仕業。すごいな。こちらもね。改めて見るとやっぱすごい。やっぱすごくないですか。すごいですね。あん時はやっぱ何枚かずっと書きながら一枚一枚できたと思った。来たできた。映画な。映画なと思ったよね。改めてこう引いたってみると荒しかないという。改めて聞きますか。これ結構やっぱ時間かかるもんすごい。なるほどね。まあそうやな、対策ですからね。ですよね。バニーガールでどれぐらいですか。これ。はい。家で書いててんな。うん、あ、まあ、今一から想像してる感じね。スタートコード書いていって。20秒。なんでしょ、手の動き。いや、好きだけどやなし。好きだけど。いや、好きだけどやなし。ドリカム来てぶん殴られる。マジで。一応家でやってるっていうのはなんかね、こもってやってらっしゃる。いや、そうやね。ありましたけど、20秒やんか。好きだけど。長くかかったもありますよ。ああ、それはこれはもう俺パッともう、あ、バニーガールねと思った。あ、もうイメージすぐできた。そうそうそう。パッパッパッと。だから大阪城はちょっと時間かかったな。あ、ちょっとイメージしづらかったんですもんね。イメージちょっとしづらかった。まだ出してないやつで、実際イメージあんまりうまくできなかったんでしょうね、浜田さんが。ちょっと足されたやつもある。あ、そうね。確かに。そういうのもあるんですね。あんねん。まだあるんすね。俺はこれ書いてくださいってオファーしたんやけど、あの、帰ってきたのが、いや、ちょっとちゃうなと思ったから足しといたって。より分かりやすい。あ、なるほどと。それはまた後日発表します。ちょっとぜひね、番組公式 X とやめられへんな、インスタでの方はチェックしていただいたらと思います。番組ではメールお待ちしております。平井さん、はい、メールアドレスはゴブゴブアットマーク MBS1179.com、 ゴブゴブアットマーク MBS1179.com です。そしてハガキ封書でも OK です。宛先は郵便番号 530-8304、MBS ラジオゴブゴブラジオまでお願いします。はい、大木さん、この番組は音声配信アプリラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式 X をチェックしてください。はい、というわけでお別れの時間です。ここまでのお相手はライセンス井本とドリアンズ住田駅とドリアンズ平井俊介と高橋さんもつとダウンタウンの浜田でございました。また来週です。違った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 、ありがとう。ゲラゲラ政治やった。違った、ありがとう。ついでに言うとついでにありがとう。ついでやった。